青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆様こんばんは、料理カウンセラーの青木由美です。こんばんは、佐々木千明です。今回も始まりました、このラジオで婚活と料理についていろいろお伝えしていくこの番組、愛され召し上がれは、婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、愛され飯協会代表で料理カウンセラーの青木由美さんが婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、最新調理器具情報などについてのアドバイスや情報などを提供していこうと思っております。この番組をお聞きいただいているリスナーの皆さんに、少しでも婚活、料理、女性らしく生きるヒントみたいなものをお届けできればと思っておりますので、今回もどうぞよろしくお願いします。いやー、沖さん、もう早いもので10月も半ばなんですよね。そうですね。この前もお伝えしましたが、秋といえば、ね、食欲の秋はもちろんなんですけども、読書の秋、あと芸術の秋、うん、そしてスポーツの秋、ね、ラグビーワールドカップ、日本代表はもちろん、各国代表のラガーマンの皆さん、連日熱戦を繰り広げておりますが、確かに、はい、もう少しというかですね、だいぶ身近な話題として、うん、秋といえば運動会です。そうですね、はい、運動会、いや懐かしい。懐かしいですよね。チェクさんは運動会って思い出なんかあります？運動会はですね、まあ、小学校の時、やっぱりこう一番思い出に残っているかなと思うんですけども、私の地域では秋じゃなくて、うん、春が運動会だったんですよ。はい、そうなんですか。なのですごくこう、まあ、新しい学年になって、うん、もうすぐ運動会の練習が始まるんですけれども、まあ、ちょっとリレーとかかけっことか、うん、あと競争ですかね、そのあたりちょっとあまり運動がね得意な方ではなかったので、そこまで嬉しい気持ちではなかったかなっていうのが正直なところですかね。なるほど。私もなんですよ、運動がちょっとね得意じゃなかったので。そうなんですね。運動会かっていう状態だったんですけど、はい、中学生の時は生徒会長とかをやっていたので、スピーチしたりとか、あと運営側に回っていまして、はい、そっちのね運営する方が楽しかったんですよ。そうなんですね。もうちゃんとじゃあ自分の苦手とか得意じゃないところはちゃんと回避して。そうですね、得意なところやる、好きなところやるっていうのは子供の時から。なるほど、そうだったんですね。なるほど。まあ運動会ということで、まあ、運動会とか、まあ、秋なんで遠足なんかも、ね、そうですね、増えてきてますね。あると思うんですけども、まあ、こう時間を置いても味が落ちなかったりとか、あと長時間保存可能なメニュー、うん、このあたりのね簡単レシピ、多分ね知りたい方たくさんいらっしゃると思うので、ぜひ教えていただけてたと思います。そうですね、はい、まあ、お弁当って、まあ、遠足の時も運動会の時も同じだと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとね苦手だなっていう方もいらっしゃると思うので、まず最初にですよ、はい、ね、お弁当箱をおしゃれにするっていう方法を取ってもらいたいんですよ。お、なるほど、おしゃれからそっちから、あっちから、うんうんうん、でお弁当箱がおしゃれだとやっぱりね美味しそうに見えるっていうことがありますので、はい、まずそこが一つ、はい、次におむすびをカラフルにするとですね、はい、また綺麗に見えるんですよ。うん、カラフル、ええ、これですね、はい、普通おむすびって、まあ、白いご飯でね、中に具材を入れると思うんですけど、うん、そうですね、ここにですね例えば鮭フレークと天かすとめんつゆをご飯と混ぜご飯みたいにして、はい、それでおむすびを作って、はい、ピンクご飯、お、次に高菜刻んだりとか、はい、であとは天かすとめんつゆ入れてもらって混ぜて、それで緑ご飯、これね2色並べるとちょっと綺麗に見えるんですね、はい、確かにそうですね。ちょっとしたところで簡単に美味しそうに見えるっていうのは結構たくさんありますので、ぜひねやってみてもらいたいなと思います。いや、これね、ご飯に天かすめんつゆ、これ絶対に美味しいパターンですよね。もうちょっと食べ過ぎちゃうんじゃないかなっていうくらいの感じのね。そうですね。はい、でもこんなに美味しくてさらに可愛くてってなったら、やっぱりこう作ってくれる、ね、お子さんとか、やっぱりその、うん、作ってもらうと嬉しかったりするかなという、ね、見た目可愛いとね、やっぱり特にね女の子なんかの場合には、はい、可愛いっていうのは嬉しいですからね。嬉しいですよね、で作ってる方もやっぱちょっと楽しい気持ちになりますしね。あー、なるほど、もう見た目やっぱ大事ですよね、まあ、イベントなんでね、遠足も運動会も、ね、お弁当時間も楽しくいきたいなというふうにね思いますよね。ぜひ皆様参考にしてみてください。さあ今回も楽しくですね、ためになる情報などについてお伝えをしてまいります。
それでは初めのコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ましている、料理は作ってみたいけどなかなか習いに行く時間がないなどお悩みの方々に、青木由美さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さん、お願いいたします。あの前回のステップでですね、はい、切り方の質を上げるっていうねお話をしてきたんですけれども、はい、あの切るっていうと、まあ、綺麗に切らなきゃいけないっていうイメージがあるじゃないですか。あります。でもね、そうじゃなくって、本当は切るっていうのはあの同じ大きさに切り揃えることによって、はい、味の染み込みが同じになったりとか、うん、あとはあの加熱のね時間が同じになるから料理が美味しくなると、そのために切り揃えるんですよっていうお話をしていきました。そうですよ ね、あの切るってやっぱり料理のね一番最初にやることなので、うん、はい、なかなか練習する機会も少なかったりしますし、そうなんですよ、まあ切れてればいいかって思いがちなんですけれども、はい、実はそれがね一番大事なんだっていうお話をしてきましたので、はい、あの聞きそびれたっていう方とか、あとは内容なんだったっけって振り返りたいっていう方はですね、はい、あの YouTube に再編集映像配信版がありますので、愛され召し上がれで検索してください。はい、よろしくお願いいたします。そしてね、今回の上達ステップは時間を意識するです。時間を意識する、はい、今回はですね、はい、さらに料理の時間を短くして、はい、まあ、料理のね負担を減らしていくためのポイントをご紹介していきます。負担を減らす、あ、なるほど、そのための時間を意識するなんですけれども、うんうんうん、はい、実はこの方法ですね、料理だけじゃなくって、はい、仕事にも共通することなので、仕事がねいつも長引いちゃってなかなか終わらないっていう方にもおすすめの方法です。素晴らしいです。まずね、はい、あの答えというかやり方から先に説明すると、はい、一番最初に何分でそのお料理が作れるかっていうのを予想してもらって、はい、次にその実際の調理時間を測ることなんですね。まず予想する、次に時間を測る、はい、この2つなんですけど、はい、というのもですね、仕事でも料理でも1時間ぐらいで終わるかなって予測して取り掛かったけど、あれ1時間じゃ終わらないっていうね、予測を間違えちゃうことって結構ありません？結構あります。多いですよね、はい、これねみんなそうなんですけど、はい、私たち人間は何かに取り掛かる時にですね、はい、かかる労力とか時間を少なく見積もるっていう性質があるんですよ。そうなんですか。これですね、心理学の世界で言うと、はい、時間錯誤と言ってですね、はい、錯覚の錯に誤解の誤で時間錯誤っていうんですね。この心理学者の方のね実験でも、はい、みんなですね時間を少なめに設定してしまうっていう結果が出ていて、まあみんながみんなですね自分はできるはずって思ってるんですよ、はい、不思議ですよね。そうですね。だからどれだけねこう短時間で作ってたとしても、うん、思ったより時間かかりすぎてる、私料理全然できないって思っちゃってる節があるんですよ思ってます、ね、なのでね満足ができないですから、うん、ね、正しくあの時間がどのぐらいで作れるかを把握することが大切になりますので、はい、まず最初にこのぐらいの時間でできるかなっていうのをですね予測してもらって、はい、で実際に時間を測るっていう、これをですね何回か繰り返していくと、うん、あ、私やっぱりいつもね30分ぐらい短く見積もってるわとか、うん、10分ぐらい早く見積もっちゃってるわっていうね、うん、癖がだんだん分かってきますし、うん、感覚が分かりますので、はい、そうするとね少なく見積もってしまう癖が治っていって、うんうんうん、で時間をねこう意識しながら料理していくことになるので、どんどんね行動も早くなってくるんですね。そっか、そうですよね。ここね、はい、なかなか普段時間見ながら時計見ながら料理するってあんまりないですよね。ないですね、うん、だからこそねこれ効果がとても高くってですね、あのまず何分でできるかっていう予測の段階で、はい、まあ、これ仕事でもね料理でもちゃんと正しいこう時間の感覚っていうのを身につけることができると、あの、あ、何時までにね料理作りたいって言った時にも、あ、私がこのお料理を例えばハンバーグ作ったら結構時間かかるから、うん、じゃあもうちょっと簡単なメニューにしようって言ってメニューを変更すれば時間通りに終わるとかね、
なるほど、そうか、調整ができるようになるんですよ。そういうことですよね。ああ、そっか。なのでね、今回のポイントとしては、まあ、時間をね意識するということですけれども、まず時間をね何分間ぐらいでできるかっていうのを予測して、はい、次に時間を測るっていうのを何回か繰り返しやってみてください。いやー、これは本当に時間計らない、まあ、実際本当におっしゃってる通りなんですよね。これくらいでできるかなってやってみて、うん、やれなかったら、あ、私はできないんだ思っちゃいますよね。思っちゃって、まあ、じゃあこれはできないから、じゃあ次にこれやろうみたいな。そうですね。で、なんか思った以上に時間がかかってしまうみたいな結局そうなってくると、どんどんこう、もうお仕事もそうですけど、苦手意識がどん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 ついてきちゃう部分って正直あるかなって、ありますね、なんとなく感じましたね。いや、これはね、時間を計っててなかなかやってる方少ないと思うんですけれども。そうですね、生徒さんでもですね、はい、時間を計ってで料理をするっていうのをやっていったら、うん、だん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 と手がね早くなってきて、あ、もうちょっとだから先にやらなきゃとか、行動がねどんどん変わっていったっていう方多いです。あ、そうなんですね。まあ、できるだけね時間かけない で、ね、やりたいところはあると思うので、ぜひ皆さんもちょっとね今日から時間を意識してお料理ね取り組んでいただけたら嬉しいかなと思います。 いかがだったでしょうか。皆さんの簡単料理人への道はまた少し前進できたと思います。そしてこのコーナー含め、この番組の模様は本日放送終了後約1週間程度で再編集映像配信版として YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして、何回もね再生していただきたいから、ね、スキルアップしていただきたいと思います。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。改めまして、皆さんお聞きの放送、愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋のコンビでお送りしております。さて、続いてのコーナーは、はい、やっぱりコーナーになるかも、料理の素朴な疑問のコーナーです。なるほど、はい、ということでですね、以前からなんとなくオープニングトークの中でですね、青木さんに伺ってまいりました、料理初心者というか、まあ、正直あんまり料理をしないチームの代表料理をしないチーム苦手ではなかったんですか？いや、考えたんですけれども、私佐々木千秋、せっかく料理と婚活の番組、料理カウンセラーの青木由美さんと担当させていただいて、苦手ではダメじゃないかなと思いましてですね。確かに、まあそうですかね。そうですね、そうですよね、はい。なので、まあ、料理苦手から時間とかそういったものの関係で料理をあまりしないチームに改名しました。あ、でもチームは変わらないんですね。いやいや、まあ、チームなんですね。そうなんですよ、うん、絶対ね、世の中には私みたいな人多いと思うんですよね。で、そんな料理あんまりしないチームの代表としてですね、はい、毎月レギュラーのコーナーになるかはちょっとプロデューサーさんの判断なんですけれども、今回はしっかり時間を取っていただいて、またまた素朴な疑問について青木さんに伺っていこうと思います。わかりました。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速なんですが、お酢、お酢いろいろなお酢があると思うんですけど、はい、まあ、穀物酢、米酢、黒酢、ええ、あとワインビネガーとか、おしゃれなバルサミコ酢とかっていうのもあると思うんですけれども、まあ、この特徴とか、まあ、使い方とかってあるんですか、それぞれ。そうですね、確かにお酢って本当にいろんな種類あるじゃないですか、はい、で一番使うのに多いというか、スーパーでもねよく見るのが穀物酢だと思うんですけれども、はい、この穀物酢って酸味がね結構しっかりしているものなので、中華料理とかにも結構合いますし、あとはですね、穀物から作ってるので値段が安いっていう特徴があるんですよ、はい、あ、そうなんですね。なので、まあ、一番一般的に買いやすいんですね、まあ、確かにスーパーでよく 見かけます。そうですね。で、次に米酢が多いと思うんですけれども、はい、米酢はですねやっぱりお米の料理に合うんですよ。お米から作ってますから。なるほど、そうですね。なのでお寿司とかに使われるのも米酢ですね。和食にはね米酢、穀物酢あたり使っていくっていうのが結構多いです。あ、そうなんですね。そして黒酢、これはですね、まあ
酸味もね強いし、あと味に結構癖があるというか、はい、特徴的な味があるんですね、はい、でこれですね何年か前に黒酢ってものすごい健康に効果があるっていうことで、黒酢ブームが来たぐらいなんですけれども、はい、そうですよね、これはですね、まあ、栄養価がとても高いっていう点では、まあ、中華とかでよく使われていますね。黒酢あえとかありますね。そうですね、あとはねワインビネガー、これはイタリアンとかでよく使われるんですけど、はい、フルーティーで、であのワインの原料ってブドウじゃないですか、はい、だからちょっとフルーティーな香りがして、はい、で酸味も少なくってちょっとね、爽やかな感じがするお酢なんですね。あ、なるほど、それのワインなんですね。そうなんです。知らなかった。でもちろん赤の赤ワインビネガー、白ワインビネガーっていう風に分かれてるものがあるんですよ。そうなんですね。なのでフレンチだったりイタリアンだったり、はい、まあ、あとはまあ和食なんだけれども、はい、ただ酸味がちょっと苦手で、でちょっと爽やかに仕上げたいなっていう時には別にワインビネガー使ってもらっても問題がないです。そうなんですね。酸味少なめなんですね。あとはまあバルサミコ酢、はい、これはね、あの煮詰めてアイスクリームにかけて食べるなんていうね、はい、こうちょっと変わった使い方をされるんですけど、はい、これですねブドウを濃縮した液体を元にして作っているんですね、はい、あ、そうなんですね。なので結構ね味が濃いです。濃いめ、はい、まあ、だからというわけじゃないんですけどデザートにも合うんですね。そうですね、まあ、こうやってですねこうお酢っていろんな使い道がいろいろあるんですけど、はい、まあ、お家でねこう使う時にこう毎回こういろんなお酢買うのは結構大変だと思いますの で、 です、ねね、あのまあ、料理すごい大好きだからいろんなの使うっていう場合は揃えてもらうといいんですけど、はい、まあ、そこまでじゃないっていう方は、はい、まあ、いろいろねこう種類はあっても、はい、お家で買うのは1本とか買ってもらって、で、普通にね料理作る時に、はい、まあ、ワインビネガー使ってってこう書いてあったとしても、はい、普通の米酢使ったりしてもらっても全然大丈夫ですので。あ、そうなんですね、もちろんね味は多少変わりますよ。だけれども問題はないんですよ。あ、いやもう完全にもう揃えなきゃいけないものだと思ってました。そこまでしなくて大丈夫です。大丈夫。そうなんですね。なのでこう一つのお料理作りたい、ちょっとおしゃれなお料理作りたい、この酢が必要です。でもそこでしか使わない、どうしようみたいな、なりますよね。なってました。で使い切れないみたいなね。そうですね、賞味期限が来てしまうみたいなことが良かったので、あ、これはね本当に酢どんなものでもまずはいいからっていうところ、ね、まずはね使うっていうところから始めてもらったらいいかなと思ってます。あ、すごい勉強になりました。調味料ってこうやっていろんなものあるじゃないですか、はい、結構ね悩みますよね。悩みますね。こうやって聞く機会があって嬉しいです。ありがとうございます。はい、あとはですね、お味噌、あ、お味噌、お味噌の種類と、ま、用途の違いを教えていただきたいです。なるほど、はい、いろいろありますが味噌にも。そうですね、はい、あのお味噌って種類分けをしようと思った時に赤とか白っていう色で分ける、はいっていう分け方と、はい、あとは原材料で分けるっていう分け方の 2つ、まあ、大きく分けるとあるんですね。そうなんですね。一般的には白味噌、はい、赤味噌っていうのは、まあ、なんとなく、知ってる知ってるっていう方が多いと思うんですけども、西京焼きとかには白味噌を使っていて、はい、で風呂吹き大根につけるなんて言った時には赤味噌だったりするんですけど、まあ、どの味噌使うかは自分の味の好みで決めてもらっていいんですね。あ、そうなんですか。で赤白っていう色の違いは何から作られるというか、なんで色が違うかっていうと、はい、発酵させてる期間による違いなんですよ。ほう。なのでずっと長年熟成させているものが赤味噌なんですね、はい、あ、そうなんですね。で熟成すればするほど色が濃くなっていきます。へー、それは ね、 知らなかったですよ。白味噌の方がねちょっと甘みとかも多いですよね、はい、そうですよね。で種類で今度分けるとしたらですね、はい、麦味噌とか米味噌とか豆味噌って言われていて、はい、この原材料の種類、これによって味噌を分けるっていうこともできます。あ、原材料がこんなにいろいろあるんですね。あるんですよ。
へえ、麦とかあまりちょっと付き合いがないというか、 あまりこう意識して使ったことがないですね。でも大体ね、こう色はこう普通の合わせ味噌というか茶色の色なので、はい、うん、もしかしたら知らずにこう選んでる可能性はありますよね。うん、ああ全然こんなお味噌を一つにしてもこんなにね材料があるななんて。そうですね、味噌ってこう舐めてみると、そのまま舐めてみると味が全部違いがあるので、はい、やっぱりね、私も新しい味噌買った時に、はい、まずは舐めてみて、はい、どの味噌が好きかってやってますよ。あ、そうなんですね、うん、じゃあやっぱりこれはまず調味料を知るというね。そうですね、教えていただいた通りね、はい、まず調味料を知るということ大事ですね。ぜひ舐めてみてください。はい、舐めてみようと思います。はい、あと、もう一つ、はい、最後にもう一つ、冷蔵庫に入れるお野菜と入れないお野菜の違い、うん、いまいちよくわかんないんですよね。確かに、はい、そうですね、あのお野菜ってね、冷蔵庫に入れる入れないで2つに分かれてますよね。これですね、まず一つ大前提としてね、はい、あの先にお話ししておきたいのが、はい、常温っていうものって15度から20度って決められてるんですよ。あ、そうなんですね。なのでこれが、まあ、はい、冷蔵庫に入れないお野菜だと思ってください。はい、逆を言うと夏場でものすごい暑い39度の、ね、はい、エアコンがついてないお部屋はあれは常温ではありませんので、そこ間違えないようにしなきゃですね。そこはまずちょっと注意してくださいね、はい、でその上で、ね、あの根菜類とか、はい、あとは切ってないお野菜、うん、あとはですね、亜熱帯地方出身、いわゆる暑いところで作られていて日本に入ってきたお野菜、はい、いわゆるナスだったりキュウリだったり、はい、さつまいも、あとトマト、ピーマン、うん、こういったお野菜、これはですね、もともと暑いの好きで、ね、育ってきてますので、野菜室に入れると寒すぎちゃって早く傷むんですよ、はい、そうなんですか。ですので、あのできれば室温、いわゆる15度から20度の間に置いといた方が長持ちします。はい、そうなんですね。なんかお野菜は全て冷蔵庫に入れればいいやっていう感覚でいたので、お野菜によってこう違うんですね。違いあるんですよ。すごくこうなんていうかこう繊細なんですね。そうですね。これはね、あのなんとなく聞いたことあるなっていうのもあったんですけれども、実際そのナスとかピーマンとか、うんうん、これも実は冷蔵庫じゃない方がいいというのが私結構驚きでした。確かにね、だいたいまあまあ買ってきてこう冷やしてすぐ食べちゃうっていう方がね、はい、多いと思うので、う、まあ冷蔵庫に入れる方が多いとは思うんですけれども、はい、入れなくていいんですね。そうなんですね。いやー、もう本当今回だけですごくいろんなことをね教えていただいたのでもうなんかあたかも知ってるかのように周りの人にもお伝えしていこうかなと明日から博士になれますね、はい、思っております。それ以上ちょっと突っ込まれちゃうと、まあちょっと調べとくねっていうふうになると思うんですけれども、いやすごい、これはぜひね皆さんもリスナーの皆さんもね、日常生活の中でこうなんだよってね、そうですね、言えるあのポイントでもあると思いますので、明日から周りの人に知ってる聞いてみてもらいたいですね、はい、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、やっぱりコーナーになるかも、料理の素朴な疑問のコーナーでした。皆さん、なんともエンディングのお時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りいたしますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。青木さん、今回いかがでしたか。あの料理のね、素朴な疑問っていうのもね、ちょっと募集していきたいなと思いますね、はい、そうです ね、 あの私、青木由美の SNS、インスタ、Facebook なんかでもですね、あのいろんなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の画像とかもご紹介してますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。